ネコノミクスとは、日本での平成期に入ってからのネコブームを、アベノミクスになぞらえた、新造後、流行後、2015年頃から使われ始めた。平成のネコブームの火付け役と言われる、和歌山電鉄騎士駅の玉駅長2010年代に入り、日本では空前のネコブームが巻き起こった。火付け役は、和歌山電鉄騎士駅の名物見家猫、玉駅長と言われ、 その経済効果だけで年間11億円にも上った。2012年から2016年の4年間で飼い猫の頭数が30万匹増え987万匹となり近いうちに飼い猫の頭数を抜くだろうと予測されて猫の特集本や猫グッズの売り上げなどその経済効果は 関西大学の宮本勝弘名誉教授により2015年で2兆3162億円とも、試算され2020年の東京五輪がもたらす、経済効果より大きく、こうした風潮を安倍晋三首相が唱えたアベノミクスになぞらえ、ネコノミクスという言葉がマスメディアを中心に使われ始めた。2月22日の猫の日には、猫の街として知られる、 広島県尾道市をはじめ、全国で様々なイベントが好評を博した。猫に関する SNS サイトなどの急増もブームを後押しした。なお、ペットフード協会発表の2015年度の飼育実態調査では、猫が約987万4000匹に対し、犬が約991万7000頭でこの数字は近い、うちに逆転されるだろうと予想されている。 餌代などの飼育費用は約1兆1020億円とされる。また、観光への経済効果は40億円と試算されている。こうした猫ブームの背景にあるのは、高齢者や一人暮らし世帯が増えたため、散歩などの世話のかかる犬よりも猫に人気が移行し始めたためと推測されている。猫と暮らす猫男子という言葉も登場した。猫の写真集や飼育のノウハウ書。 飼い主のエッセイなどが人気化し、女性週刊誌、アン、アンが猫の特集を組んだり、女性自身をもじった猫自身と銘打ったムック本が発売約1ヶ月半で累計9万2000部のヒットを記録したりした。このほか、猫、猫日より、猫暮らしなどの専門誌などが刊行され、人望町のある書店では猫専門のコーナーを設けたところ売り上げが全。 年度対比で3倍を記録するなどした。映画界では、猫侍南の島へ行く、猫なんか呼んでも来ない。を、はじめ、2016年5月には、世界から、猫が消えたならが公開されるなど、映像の世界でも猫ブームの減少が顕著となった。動物写真家の岩合光明が、世界の猫を取材した、岩合光明の世界猫歩き。 NHKBS プレミアムが2013年からレギュラー放送され、岩号の撮影した猫の写真集の売れ行きや猫の写真展の来場者も増えている。猫を使った CM も2015年からの1年だけで1.5倍に増えた。猫グッズの売り上げも好調で猫タレントも登場した。福岡県大川市は、地場産業である家具の技術力を宣伝するため、彫刻型のソファなどを制作して、 そこに猫が寝そべる動画をインターネットで公開したところ国内外から問い合わせが寄せられた。その後実際に猫用家具の受注を始めた。スマホゲーム猫集めは1000万ダウンロードを記録した。ありがとうございます。